上、小坂付近から望む妙義山群馬県道196号上、小坂四ツ谷妙義線は、群馬県観楽に下仁田町上小坂から富岡市妙義町に至る一般県道である。群馬県の高下山山の一つである妙義山を通る道路で、高下山山、パノラマ街道の一つ。頂上に中野竹神社、麓には妙義神社があり、また、 大砲岩等の名所があることから車の交通量は少なくない。妙義山と山口へのアクセス道路としても機能している。起点、終点以外途中で他の県道、国道には一切接続しない。急カーブはそれほど多くないが、カーブ自体は多いので自動車の運転には注意が必要。また、暴走族などによる危険運転防止のため、カーブの所々がデコボコしている。 本区間はかつては群馬県企業局管理の有料道路であったが、1986年4月1日をもって無料開放され、現在に至っている。ちなみに、料金所は下仁田町側、旧妙義町側の2カ所に設置されていた。妙義山の風光明媚な祈岩がそびえる山肌は、日本三大気象に数えられ、ここを入うに通る道路からは、 変化に富んだ、妙義山の荒々しい山陽を眺めることができる。特に春の新緑や秋の紅葉シーズンは、祈願との調和の取れた風景が見られる。昭和34年の路線認定当初での表記では、道群妙義町大和座妙義31番とあり、厳州店とは異なる位置である。ありがとうございます。